こういう題で説教を用意していただいておりますその前に、えー、エリサさんとラディアスさんによりまして特別の賛美が用意されておりますよろしくお願いいたします We pray for blessings. We pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand. To years of suffering And all oh, the I, You hear it spoken in Yet love has strayed too much To give us lesser things Cause what if your blessings come to raindrops What if your healing comes to tears what if a thousand sleepless night are what it takes to know your need what if times of this life are your mercies in disguise we pray for wisdom your voice to hear We cry in anger when we cannot feel you near We doubt your goodness We doubt your love As if every promise from your word is not enough And all you, you hear this desperately, plea And hope that we have faith to believe Cause what if your blessings come to raindrops What if your healing comes to tears What if a thousand sleepless nights away But he tries all this land Are you must in disguise? When friend betray us, us When darkness seems to win We know we pain this heart this, this, this is not, this is not our home, home. It's not our home. Cause what if your blessings come to raindrops? What if your healing comes to tears? What if a thousand sleepless nights so are what it takes to know your need? What if my greatest disappointment, or the aching of this life, is there a feeling of a greater thirst this work can satisfy? What if stress of this life, during the storm, the hardest night? Are your matches in the sky? 素晴らしい特別賛美歌を感謝いたしますそして、えー、今日聖なる日またこの御堂にですね座ってくださいました皆様一人一人を歓迎いたしますインターネットを通して、えー、この礼拝に参加しておられる方々一人一人をも、えー、心から歓迎いたします私たちは先週水曜日から10日間の 祈祈祷衆をいたしましたそして毎晩祈りを持って一日一日を過ごしてまいりました10日間の祈りというものはですね昨日まで終わりましたけれども今日は10日間の特別祈祷うの安息日にしていきたいとそう思っております まあ読み物がありまして、この読み物を持って、ですね私たちは10日間過ごしてまいりましたけれども、えー、明かしが、毎日毎日、明かしが書かれておりまして、この明かしの話を我々、読んでですねお互いに感想を述べ合って祈ってまいりました。まあ、どれも素晴らしい明かしでありましたけれども、特に私はですね5日目の精霊の実というところの明かしが、 私の心に響きましたので少し皆様に紹介したいとそう思います少しその文章をですね皆様にお読みいたしますとても有用で影響力のある人物として知られる教会の執事がいました彼には妻と子どもたちしか知らない性格上の深刻な問題がありました 教会にいる間やレクリエーションの時には皆に愛されると愛されるとても感じの良い人物でしたが家庭においては非常に短気で怒りを抑えることのできない人だったのです。気分に群がり感情に左右されやすく一度怒りが頂点に達すると暴力的になって子どもたちを虐待しひどい罰を与えることもしばしばでした。 彼は自分に助けが必要であることを悟っていました。家庭での自分の剣道を、言動を、心を即、えー、心底ですが、憎んでいたのです。えーまあ、この話を聞きましたら、この人だけではないなと思ったわけですよね、えー。クリスチャンとして私たち生きているわけですけども、 教会ではいい顔をし、笑顔で振る舞うわけでありますけれども、家に帰ってはですね、自分の本当の性格が出てしまう。一番身近にいる奥さん、そして旦那様に対して、そして子供たちに対してですね、自分の感情のまんままんままをぶつけて,ぶつけてしまう。いうことがあるのではないかと思うんです。この知事さんんかなりりでですねそれ,がないそれを悩んでおりまして 自分に助けが必要であることを彼は悟っていたわけであります。そして教会では連続講演会が開かれまして彼がですね連続講演会に参加するようになります。その連続講演会の最後の日にですねこのような素晴らしいことが起こったんですね。連続講演会も終わりに近づいたある晩のこと講談からの呼びかけに対してこの講演 執事は自分の足で立ち上がりました頬を涙いっぱいに濡らしながら彼は神様の呼びかけに応答した他の人々と一緒に前に進み出ていきました講談の前でひざまずくと手を高く上げそして大きな声で叫びました神様罪人の私を憐れんでください。執事は 祈り終わって立ち上がると返しの方を向き私は家庭において怒りと暴力を抑えられない問題を抱えています私は神様が望む夫や父親ではありません今自分の罪を告白し心から助けを求め皆さんが私に対して抱いておられるような真のクリスチャンの姿に帰っていただかなくてはなりませんと 告白しましまたこの後ですね、えー、どんなことが起こるかというと、この人は変えられていくわけであります。家庭の中で大好きな父親になっていくわけです。奥様に愛される、また尊敬される夫になっていくわけです。教会でも非常に素晴らしい真実な クリスチャンとしてての歩みを始めていくようになります。もし私たちの教会でも、このような告白が、このようなです、ね、ことが起こりましたら、この教会は成長すると思いますし、リバイバルが起こるのではないかと、そう思います。みんなの前で、私はこんな人です。私は皆様の祈りが、助けが必要です。 私には精霊の働きが必要なんですよとだから皆さん、私のために祈ってくださいませんかというですね、その告白があるならば、大阪センター、教会は変わっていくのではないでしょうか。精霊様は確かに生きて働いておられます。そして、誰よりも精霊様は私たち一人一人を助けようと待っておられています。 ヨハネの黙示録22章、1節、2節の昆虫の選ばれた生育を、御言葉を共に読んでみたいと思います。はい、どうぞ。使徒はまた水晶の、水晶はまた、すみません、水晶のように輝いている命の木の皮を私に見せてくれた。この川は 神と子羊とのビザから出て都の大踊りの中央を流れている川の両側には命の木があって十二種の実を結びその実は毎月実りその木の葉は小国民を癒すアメン。聖書は66巻で構成されておりますけども 創石一章二章、黙示録二十一章二十二章だけが罪のない世界を描写しています。先ほど私たちが読んだ黙示録二十二章一節二節、これは新しい天と新しい地に対する描写となっております。命の川が流れ、命の木がそこにあって、毎月十二種の実を 結んででいいくそのような素晴らしいところであります私たちはやがて神様が用意されたまた神様が回復されてくださるこの新しい天と新しい地に入っていきますそれが我々が抱いている希望でありますしかし今私たちはこの罪の多い問題の多いこの世界に 生きています地震火山火事疫病などのが多いこの世に生きています国と国との争い憎み合い戦争いろんな問題を抱えながら私たちは生きているのでありますいつまでこの世がそのような問題だらけを持って続けられるかわかりません 願わくは神様が、イエス様が一日も早くこのように再臨されることを願っております。目示録22章1節2節に書かれているこの新しい天と地に対する描写はこれだけではありません。葬石2章にも書かれておりまますしまた エジキル書47書にも書かれています。一番苦しい時一番困難な時神様は幻を与えてくださいます。そして私たちをこの天に向けようとしてくださるのであります。今日は7つの真実について皆様に話をしたいと思います。7つの真実。 一番、つながれなければ枯れて死ぬ。つながらなければ、つながれてない枝は枯れて死ぬ。これが一つ目の真実です。ヨハネの十五章五六節の御言葉には次のように書かれています。私は葡萄の木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、 また、私がその人と繋がっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れては、あなた方は何一つできないからである。人が私につながっていないならば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをかき集め、火に投げ入れて焼いてしまうのである。クリシャン。 というものは主イエスキリストに繋がっているものと言えます繋がれてないものは枯れていきます死んでいきますヨアネの15章では私はマクトのブドウの木あなた方はその枝であるとブドウの木と枝という関係を持って私たちと神様のその関係を 説明していまつながれてない枝は枯れて死にます。ですから私たちはいつもイエス様とつながっているかどうかを点検しなければいけません。チェックを行う必要があると思います。コリントでパオロはあなた方が本当に 神様とつながっているかどうかをチェックしなさいという言葉があります。真実2番は何でしょうか自分の力でつなぐことはできませんという真実があります。ローマ章11章23節には次のように書かれています。しかし彼らも不信仰を続けなければ、 つながれるであろう、神には彼らを再び継ぐ力がある。私たちには力がありません。自分の努力で、自分の知識で、自分の信仰で、自分の力で神様を、神様に自分自身をつなげる力なんかありません。自分の力でつなぐことではなく、神様が つなげていてくださいます。神様には、彼らを再び継ぐ力がある。パウロは、継ぎ消されたという表現をします。三番目の新説は何でしょうか。つながっている不利だけでは、美は決して実りません。 何々かのふりをするという言葉があります。クリスチャンではないのに、クリスチャンのふりをする。嬉しくないのに、嬉しいふりをする。本当は心から怒っているのに、その怒りを隠して、自分が大丈夫なふりをしてしまう。一番怖いのは、 イエス様とつながっていないのにつながっているふりをしてしまうことではないでしょうか外見上のクリシャンがクリシャンではありませんイエス様が弱音の三章五節でおっしゃいましたように水と霊によって生まれ変わらなければ誰も天の国に入ることはできないとおっしゃいましたそれは精霊の 働きであります4番目の親切は何でしょうか主が探し求めるのは葉っぱではなく実であることです。ここで葉っぱは何でしょうかここで実は何でしょうか聖書が言う葉っぱというものは知識を表します。御言葉に対する知識だけでは、 私たちは天国に入ることできません。御言葉に対する知識がその意図を完全に変えることはできないわけであります。本当につながっている枝は実を結びます。マタイの21章18、19節を読んでみたいと思います。イエエス様がエエルサレム を入場なさる前の,前のことでありました朝早くあ、すいません、都から出帰るときとなっておりますね。朝早く都に帰るとき、イエスは空腹を覚えられた。そして、道の傍らに一本の一軸の木があるのを見て、そこに行かれたが、ただ、葉のほかは何も見当たらなかった。そこでその木に向かって、今からの地いつまでも、 お前には身がならないようにと言われた。すると、一軸の木はたちまち枯れた。福音書によっては少し違うわけですけども、あるところでは、イエス様がエルサレムの入場なさる前だと書かれているわけであります。ここではですね、イエス様がエルサレムから帰ってきたときの方にですね、表現されていますけども、とにかく、 イエス様はお腹が空かれました。そしてイエス様が見ましたら、立派な木が一つありまして、いちじくの木であったんですよね。葉っぱが茂っていました。葉っぱが立派に茂っているということは、そこに確かに実があるということであります。イエス様は大いなる期待を,し期待を抱いてですね、えー、近づいていかれました。そして、下から上まで全部探しましたけども、実は、 一つもありませんでした。その一軸の木は、イエス・キリストを失望させた、がっかりさせたのであります。葉っぱだけ茂っていて、実がない、実が全く実っていなかったその木は、その当時のユダヤ人を表しています。私たちはいかがでしょうか。セブンス・アドベンチスト、私たちほど予言の 言葉に詳しいとは言いはません聖書を本当に私たちはたくさん知っています。他の人々が知らないところまで私たちは聖書の距離を、恐竜に詳しいです。しかし、実らなければいけない、その実がない、愛がないのであれば、精霊の実が実っていないのであれば、 本当に悲しいものであります。主は、主が探し求めるものは、私たちがいかに聖書に詳しいか、聖書をたくさん知っているかではなくて、我々の中に聖霊の実が実っているかどうかを神様は求めておられています。真実5は何でしょうか。命の木は 命の川に根を下ろしていいるととうことです漱石2章、詩編1篇一編三節エゼキエル書四47章、牧師録22章を調べますと、共通するのは、命の木は必ず命の川にその根を下ろしているということであります。ここで詩編1篇一編三節を読んでみたいと思います。 このような人は流れの太り,りに植えられた木の時が来ると実を結びその葉もしぼまないようにそのなすところは皆栄える命の木は命の川の太りに植えられています しっかりと命の皮に根を下ろして、必要な水や水分や養分を吸い取っているわけであります。私たちの信仰のその動機はどこにあるんでしょうか。私たちが神様を信じるその本当の動機はどこにあるんでしょうか。 ある人々は、教会行けば自分祝福されますから、商売繁盛するから、家庭円満になるからと思う人もいるでしょう。私たちの信仰の根は、どこに下ろすべきでしょうか。それは、主イエス・キリストです。主イエス様に根を下ろしていかなければいけません。 イエス様は命の川であります。イエス様自身も私は命の水だとおっしゃいました。真実6番を申し上げます。身を実らない木は裁かれるが、その木さえも神は哀れむということです。 ルカ六院章、十三章、八節九節の御言葉をお読みいたしますすると、テ庭は答えていた御主人様、今年もそのままにしておいてください、その周りを掘って肥料をやってみますから、それで毎年、来年、実がなりましたら結構です、もしそれでもだめでしたら、切り倒してください。 途中から読んでいますので、この内容が、ね、どの内容なのか、皆さんおそらく聖書、この内容を知らない方はです、ね、ちょっと理解していないかもしれません。ウルカの13章のところを少し読みますと、イエス様が例え話をされましたけれども、ある人が自分の葡萄園にいちじくの木を植えておいたので、 実を探しに来たが見つからなかったそこで園庭にいた私は3年間も実を求めてこの一軸の木のところに来たのだがいまだに見当たらないその木を切り倒してしまえ何のために土地を無駄に塞がせておくのかに対してこの園庭さんはですねお願いしますお願いします今年もこのままにしておいてくださいませんか 肥料を変えてみます毛の周りを掘って、また違った肥料を植えてみます。また自分が試していなかったことをやってみますから、それでも実が、来年実がなりませんでしたら、それでもいいから、その時、さばいてくださいませんか。という話であります。私たちが今、生かされているのは、 神様の憐れみです神様の恵みによって私たちは生きています。身を実らない木は裁かれます。しかしその木さえも神様は憐れみを示されます。最後に真実7番を言います。命の木は豊かに実を結び人にも神にも喜びと なりますヨハネの15章16節の御言葉を読みます。あなた方が私を選んだのではない私があなた方を選んだのであるそしてあなた方があなた方を立てたそれはあなた方が行って身を結びその身がいつまでも残るためであり またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである命の木は豊かに実を結びますそしてその実をもって人にも神にも喜びとなりますクリスチャンとして 生きるるととは身があることですその人に愛があり、許しがあり、憐れみがあり、節制があり、事前があり、寛容的な心があります。そして、ブドウの木であります神様とつながればつながるほど、その時間が経てば経つほど、 もっと素晴らしい、もっと甘い実を結ぶのではないでしょうか。今、フィリピンでは火山が発生して大変困っています。私たちの教会の大学がありますよね、アイアスという大学がありますけども、そこで勉強している日本からの先生方々が何人かいますけども、 その方々はまだです、ね、あ,あ,のあそこにいるラ先生と連絡を取り合いましたけども自分たちは無事だということですよねしばらく様子を見たいということでありました、まあ、水も出て、えー、電気もあ,あ,あるので大丈夫だということでありますけどもまあ韓国人の先生方々はみんな 避難したそうですよね韓国へ。で我々祈るまあ、無事にですね無事に無事であることをまた祈っていきたいと思います。そのことを心配してですねあるボクシ先生が一つの記事をフェイスブックに載せたんです。今見ているのがアイアスの正門ですね。その正門にも皆さん見ているように今肺がですねまつ、あ、ぼているわけですよね。 まあ日本であったら、また東北地方であったら、ですねまた雪、白い雪が積もるはずなのに、フィリピンでは今、灰が積もっていて、大変困っているようであります。そのある牧師さんが、ですねえそこにいるまあ選挙士、千任選挙士本部がありますので、そこで訓練を受けている選挙士たちや、その人たちに対してですね送った手紙がありますこれを皆様に少しし紹介してあげたいいと思います。 愛する友達と選挙師たちへフィリピン専任選挙師本部等の建物がご覧になるようにたある火山の爆発で火山灰に覆われていました覆われましたこのような火山灰は水を洗い落とす方が一番良いと言われていますがご存知であるように今フィリピンでは 浮きから雨の降らない寒気の夏に入りました。それで私たちは熱心に天の神様に嘆願して、多くの雨と強い風を送ってくださり、これらすべての火山灰がきれいに洗い落とされるようにと祈り求めなければなりません。浮きがもう尽きてしまいまして、まあ、雨は降らないわけですよね。まあ、寒気になってしまいまして。 もうす,あのすごくいい今夏に入っているわけでありますですから、あんまり雨が降るということは、あまり期待されないようでありますね。ですから、神様祈りましょうと。神様祈って、雨を降らすように、そして風を送るようにですね、祈りを求めなければなれませんというふうに、この先生、手紙を書いています。ところで、私はこのような自然災害を通して、 悟らなければならないいくつかの教訓があるとことを話します話したいですこのような火山灰は水と風によって洗い落とされますが私たちの心に熱く覆われている罪の灰は精霊の水と風でなければ決してなくならないものであることです火山灰というものは雨が降ったり 風が吹いたりしたらなくなりますけども、われわれの心の外側に、心の上にですね、積もれている、覆われている、この罪はどう、どうしたらなくすことができるだろうかということであります。精霊の水と風でなければ、決してなくならない、なくすことができないものだと、この先生は強く訴えています。 火山灰が全ての空間へ飛んで入るように、罪の灰も私たちの体と心、魂のすべてのところまで入り込んでいくのです。私たちが自分の力でこのような罪の灰をなくすことは不可能なんです。ですから、私たちを清めてくださる精霊様を信じ、委ねて前へ進めていこうではありませんか。 私たちは確かに罪人であります。私たちに罪を気づかせ、許して許し,許しをいただくために、キリストへ導くのは精霊様の働きであります。精霊様がなければ、私たちは自分が罪人であることさえも知らない哀れなものであります。一番最初に、この証しを。 この羊のですね、ある羊の証を皆様に紹介しましたね。この人は自分が哀れな罪人であったことを最初は知りませんでした。知っていても自分を変える力なんかありませんでした。自分に精霊の力が必要であること、精霊の助けが必要であることを彼らは知っていたものの、どうしようもできませんでした。 いろんなところに行ってカウンセリングを受けてそして連続講演会に行ってですねまた見言葉を聞くうちに精霊様が彼の心に入り彼の心に働きかけてあげたわけでありますそしていかに自分が罪人であるのかいかに自分には救い主が必要であるのかということをですね分かりましたね公の場で多くの教会の前で 彼はですね告白したわけであります皆さん私を助けてください我は私には皆様の祈りが必要なんですと彼は告白していきました聖霊様は今もなお生きて働いておられています私たちを常に父なる神様へ御子イエス・キリストへと導いてくださいますそして 天国にふさわしい豊かの実が実るようにと助けてくださいます私たちは数えきれない神の恵みを受けて今生活しています救われるために自分にできるものは何か自分がやらなければいけないものは何でしょうかというときに何もありませんただ心から 心を開いて、主イエス・キリストを自分の心に受け入れることしかできないものであります。精霊様が豊かに働かれるように、自分の心を精霊に委ねることしかできません。それ以外は何にもできない。ヨアネの十五章で、私は誠の不動の木、あなた方はその枝である。つながるものは身を。 実ります。実を結ぶんです。昨日も今日も明日も自分が本当にイエス様に繋がっているんだろうか。のことをですね。祈りながら御言葉を読みながらまた考えて、また瞑想していきたいと思っております。最後に瞑想の言葉を皆,皆様とともにですね。読んでこの時間を終わりにしたいと思います。 はいどうぞ神の都に入る人々は彼らの頭像に黄金の冠をかぶらせるであろうそれは我々のうち一人も見損なうことのできない喜びに満ちた光景であろう我々は冠をイエスの足元に投げ出して何度も何度も栄光を彼に帰し彼の聖なる皆を賛美する。 天使たちは心を一つにして勝利の歌を歌う。彼らの黄金の盾ごとに触れて、彼らは豊かな音楽と子羊の歌で全天を満たすのであろう。アメン。